く素敵です。センスありますね。とっても嬉しいです。あなたが選んだだけあって素敵なコーディネートですね。あなたが選んだだけあって素敵なコーディネートですね。あなたが選んだ服ならどんな服でも着ます。あなたが選んだだけあって素敵なコーディネートですね。女の子だから筋肉が詰まってるわけじゃないよ。こんなところを見つめるなよ、エッチ。この組み合わせ似合うかな。この組み合わせ似合うかな。普通の服だね。この組み合わせ似合うかな。出場するために来たんだ。やったー。
やったやった。足をくじいちゃったみたい。またおんぶしてもらっちゃって悪いね。でも夕日が綺麗でなんかロマンチックだよ。そういえばこんな状況最近劇で見たよ。ううん、学校の学園祭、学年全体での出し物だよ。ソフィアがヒロインの女の子で、お嬢様で水泳部という役回り。スポーツ少女で陸上部っていう役に立候補したんだけど落ちちゃった。演出家がイメージしていたのとあまりに髪型が違いすぎるからだって。でね、その劇で主人公がその陸上部の女の子をおんぶするシーンがあるんだ。こんな今みたいな夕日の中をね。その女の子も膝を怪我してね、なんだか他人じゃないみたいだよ。その女の子はね、主人公と結ばれるの。でも膝の故障で陸上は断念することになって、さらに数年後には主人公と別れるんだ。悲しい話だね。ううん、僕はこれぐらいの怪我で陸上はやめないよ。同じなのは陸上を断念する前までだよ。だって僕は君から離れないって約束したから。あの二人、遅いですね。これで2時間余り。何かあったのかしら。ごめんごめん、待たせちゃってごめんね。We'll be right back.